トゥビー、司令部に報告を。これは司令官。トゥービー、 9S も一体何をしてるんだ。地上のヨルハ部隊がウイルスによって乗っ取られたんです。僕たちは暴走したヨルハ部隊をブラックボックス反応で。ウイルス、何を言ってるんだ。地上からはそんな報告上がってないぞ。あれは偽装です。現在バンカーの通信は封鎖されていて。そもそも命令もなく戦場からなぜ戻った。だからヨルハ部隊が暴走して。いや、汚染されているのはお前たちじゃないのか。違うんです。トゥービー、ナインエス、貴様たちをウイルス汚染の疑いで拘束する。待ってください。汚染？司令官、退避します。くそ、扉が。バンカー内部までウイルスが入ってるのか。それも司令官。オペレーターさん。違う、ナインエス、あれは私たちが使っていない。ネットワークとウイルスを通じ話しかけている。そんな、そんなことが。ずいぶん楽しませてもらったけど、もうこの基地は終わりだな。もうダメです。一旦退避しましょう。どうしてお前たち二人は汚染されてないんだ。わかりません。いえ、おそらく僕がデータ同期を保留していたからです。以前バンカーのサーバーデータにノイズがあったので、それが気になって。そうか、アクセスユニットは汚染されています。格納庫に行って飛行ユニットを奪いましょう。司令官、格納庫から飛行ユニットで脱出します。司令官、早く。私は行けない。私もサーバーとデータ同期をしていたからな。でもそれならナインエスが。そんな時間はない。お前たち二人は
最後のヨルハ部隊なんだ。生き残る義務がある。司令官。それに私はこの基地の司令官だ。せめて最後まで上官らしくいさせてくれ。トゥービー、もう基地が。司令、行け。トゥービCS ともに反応なし。報告、攻撃手段をすべて喪失。くそ。